おはよう。あれ？まだ寝てるのか？もう朝だぞ。あらら、うちのお嬢様はまだお休み中のようですな。はてさて、どうするべきか。1、布団を剥がして起こす。2、くすぐって起こす。3、目覚めのキスで起こす。ほら、もう朝だぞ。早く起きないと遅刻するぞ。俺の独り言が大きかったから目が覚めちゃった。うわ、ごめん。せっかく気持ちよく起きてもらおうと思ってたのに。